ールなしでやってますね、はい、さっきこうボール挟んだ時にこれを動かししましたよね、はい、これを今度大きく回していく動きです。ゆーっ前に戻し、前に持ってきたら外にこう開くようにして、そこからビューッと後ろにこうハードルをこう飛ぶようにビューッと持ってきて、今度こうならないようにギュッとなる、こうしましょう。でこう持ってきて、でこの反対の後ろにギューッと持っていって、外からこういうふうに持ってきて戻すと、はい、これボール挟んでやります。こうピキッていかないように気をつけてくださいね、はい、挟みましょう、はい、しっかり挟んで、はい、前に持っていきましょう。で外にこう開くように持っていきます。ギューッと前に鏡にならないように後ろに持っていって前にギューッと持っていきます。今度反対にいきましょう。後ろにぐーっと持ってきます。ゆっくりです、ゆっくり外にぐーっと広げて、そのまま前に持ってきて、ゆっくり後ろに戻すと、これで前と後ろのワンセットですね。じゃあ反対側もいってみましょうか。はい、挟んで、無理なかったらちょっと壁につかまりながらで結構大丈夫です。挟んで、ぐっと挟んで、じゃあ前に持ってます。前にぎゅっと持ってきて、その外にぐーっと開いて、後ろに持ってっておいて、前にゆっくり戻って、ぎゅっとしっかり挟んで戻す。はい、完璧。後ろに持っていって、ハートの飛び越えに後ろ、ちょっと広げていって、前に持ってきて、ぐっとゆっくり後ろに戻すと。はい、まずこれで股関節ですね。